ここまでできているので、ちょっと具体的な話を聞かせいただきたいと思うんですけど、はい、ノートを上げる側と、それからそれを活用する側と、両方がないと成り立たないと思うんですけど、はい、上げる側のここにノートを上げるインセンティブというか、はい、リターンは具体的には何になるんですか？はい、載せた人と見る人っていうんじゃなくて、ここのサイトを使ってくれた人っていう形で僕は還元していきたいと思ってます。使う方のお話は今のでよくわかるんですけど、はいはい、自分のノートを何のリターンとかインセンティブもなくこのサイトにアップロードしようっていうふうに、はいはい、みんなが思う理由は何なんですか？年間の受験者数が25,000人で、まあ、そのうちの2割を、まあ、獲得したいっていうお話だったと思うんですけれども、毎年に入れ替わる25,000人ですよね。はい、そうです。積み上がりじゃなくて、はい、まあ、今年受験した人たちは、もう来、翌年は、まあ、合格されてるわけなんで、まあ、多分ノートはいらなくなると思うんですね。そうするとまた新しい学年の方々が25,000人ぐらいいて、で、そのうちの2割を、また新たに獲得するっていうビジネスモデルってことですよね。はい、そうです。それで一口で2割と言っても、実際にはあの口コミみたいな話でやっていくとすると、最初から2割は取れないと思うんですよ。はい、山田さんはこのビジネスに何年ぐらいコミットするおつもりですかね？そこのその自習能力がそのなくなるんじゃないかっていう懸念ってどんな感じで思われますか？やっぱり受験って一つのなんかこう、まあ、ゲームと言ったら変なんだけど、うんうん、その与えられた条件とかルールの中でどれだけ効率よくゴールに達成するかみたいなところが受験というふうに見れば、うん、ノートを活用して最短でゴールできるっていう人がいるんであれば、それはそれで一つの才能だと思いますね。うん、ただその才能がその将来美容師になった時にいい美容師になることとイコールかといえば、そうでもないかもしれないと。そこはちょっと違うと思うんですけど、美容師でもないし、その試験も受けたことがないんですけど、お話聞いてると、なるべく最短の時間で効率よく合格して、それ以外の時間を美容師としてのもっと必要な技術とか経験とかにあの時間を使うっていうことの方がいい美容師さんがたくさん生まれるんではないかなっていうふうには皆さんの話からすると感じてるので、そこの効率を助けるっていうのは一つ意味があるのかなとは思いますね。だからその万人受けするのかどうかっていうのは分かりませんけど、一定の人たちに活用してもらう価値は あるんじゃないかとは思いますね。はい、ただ一方でビジネスってもちろんその感謝とか業界を盛り上げたいとかっていうことは素晴らしいんだけれども、あんまりそれに引っ張られすぎると現実的に成立しなくなることっていうのもたくさんあるんですよね。最初にその資料とかを拝見した時にすごい大きい話なんだけど、そんなに大きい話をしなくてもここの部分だけでしっかり戦えて成立するっていう方が実は後々業界に貢献したりするっていうこともあるので、あんまりなんか大冗談に掲げた目標みたいなものよりも地に足のついたしっかりその一部の人のニーズに的確に応えて課題を解決するみたいなビジネスにしていく方がなんか成功確率は高いんじゃないかなって思います。では最後に大西さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう皆さんと一緒で山田さん その人間性とか熱い思いみたいなものにはすごい感銘を受けましたし、そこの点数は高かったんですけど、やっぱりちょっとビジネスモデルとしては正直厳しいなっていうふうに感じてます。で、一つ申し上げたいのは、思いは大事なんですけど、思いをきちっとデリバリーしていくためには利益が必要なんですね、ビジネスにおいて。で、そこはやっぱり大前提になるので、思いだけでは長続きしないっていうことはちょっと覚えておいてもらったらいいと思うんですね。